決まってでしょうか。稲垣さん、2年連続コンペティションに、はい、あの2年連続コンペティション部門を選ばれて、気持ちはいかがでしょうか。嬉しいです。幸せです。台湾にも行きたいです。ぜひ台湾にお待ちしております。よく聞いてたでしょ、今。荒瀬さん、ありがとうございます。あ、すいません、日本のメディアです。はい、はい、はい、写真をこちらで、それ行きます。本当に、はい、本当ですか。はい、
台湾のキンバー映画祭でも上映する予定なんですけれども、はい、これからこの作品を見る、台湾の観客一言お願いできますでしょうか。はい、代表で。そんなあ、ぜひ皆さん。皆さんもじゃあ僕から行きます。はい、そうですね、笑えてこうグッとくる、お子様からご老人までもうどんな人でも楽しめる映画なのでぜひ、はい、見てください。Thank you.
Tokyo Borderless TV。